K-1 ワールドグランプリ2015サバイバルウォーズ第5試合3分3ラウンド延長1ラウンド K-1 アンダー70キロファイトとして行われます。こちらも K-1 のリングを負けて経験した選手同士に中村さんなりました、ね、やっぱり悔しい思いしてると思うんで2人とも、その経験を生かして今回の試合でどうそれが出されるのかと思いますし、結構2人とも体が強い選手で結構勝つときは派手に倒して勝つ選手同士なんで、KO 決着というのを見たいと思いますね、はい、青コーナーはケイジ11戦8勝 7KO の KO 率を誇ります。185センチ、そして秋元和也、こちらは9戦4勝 3KO、 ともに KO には一つ注目です。まずは右のローから入った、おケイジが押していく、いきなり押す、これに応戦は秋元、ちょっと秋元も一気に振り下ろしていきましたけれども、正人さん、はい、いきなり転化しましたね。いやそうですね、ケイジ選手ローキックいいですね、はい、まずはケイジのローから秋元の心に火がつきました。関根さん、はい、ケイジはサッカー、秋元はラグビーというね、このスポーツ選手元同士の戦いになります。やっぱりもともとやっぱりこの運動神経いいんですよね。うーん、ナイス右、いい右入りましたよ。右が入りましたね、秋元。ケイジ押し返していく。ケイジはその正人さんおっしゃったローというのを一つポイントにしていきたいか。そうですね、ケイジ選手は蹴った方がいいですね、この序盤。秋元のフックがかすめた。秋元選手パンチが結構入ってますんで、さすがの大砲というこの振り回すフックというのは当たれば強烈です。赤いグローブ秋元和也、青いグローブがケイジ、ゴーボディからフック、左右連打抑え込んでいきます。ここはケイジも今度は拳を優先的に構えてきました。しかし秋元にはきっちり。ケイジのガードはマサさんいかがですか。まあでもパンチは結構もらっちゃってますよね。そうですか、もっと蹴っていくとか、やっぱ身長差があるんで、前蹴りでパンチで秋元選手が来るときに前蹴り出したり、膝蹴りをカウンターで合わせたりとかするといいと思うんですけどね、はい、やや序盤に比べては落ち着きました。第1ラウンド残り半分、秋元選手のパンチってちょっと変則的なんですよね、はい、どういったあたりに感じられますか。左のジャブでも左のジャブでも右でもちょっとタイミングが違うんですよね。なるほど、だからケイジ選手からするとちょっと何でもらっちゃうのかなっていう感じがあるんじゃないかな、はい、関根さんともに K-1 ワールドグランプリ初戦は敗れていますので、サバイバルウォーズもう負けては許されないという気持ちあるでしょうね。秋元選手やっぱりですね、ラグビー出身っていう感じのファイトですね。前へ前へっていう、そうですね、屈しません。ローをもらっても前に進んでいく赤いグローブ秋元和也。 K-1 ワールドグランプリアンダー70キロ王座決定トーナメントのリザーブファイトでセルゲイ・アダムチャックに判定で敗れました。さあコーナーに追い詰めた秋元選手、パンチのコンビネーションいいですね。右左入りました、左フック入りましたね。さらにもハンマーフックのように振り下ろしてくる右左もあります。ケイジはちょっと足が止まりました。ケイジ選手はここ膝返したいですね。ここで最後向かったところで第1ラウンド終了のゴングです。中村さん、はい、序盤いきなりケイジが突っ込んでいったと思いきや秋元選手押し返しましたね。そうですね、秋元選手がうまくコツコツ自分のパンチ当てて最終的には流れを自分の方に持ってきた試合な1ラウンドだったかなと思いますね、はい、秋元選手70キロの初代王座決定トーナメントリザーブファイトでセルゲイ・アダムチャックという選手負けてしまったんですけど、そのアダムチャック選手結構強くてその選手といい勝負してたんでそういった部分では実力ある選手なんでそれを今回の試合でこうきっちり結果につなげたいところだと思いますけどね。赤のグローブ秋元和也、 K-1 の目標は倒して勝てる選手になること。一方のケイジ70キロアンダーのこの選手は全員ぶっ倒すという目標を掲げています。おっと2発3発4発とここは気合い揺れてもう一度という正人さん、ここは第2ラウンドでしょうかね。ただ今顎に入ってたんで効いちゃうんじゃないかなとちょっと心配ですけどね。ちょっとね、この立ち上がりでは見てみましょう。第2ラウンドが始まりました。
青いグローブ秋元選手手が前に出てるじゃないですか。はい、そうですね。だからあのケイジ選手からするとちょっとおお。フレッカーがどうかするか。あ、そして聞いていきました。いや、秋元選手は畳みかけもすごいですね。重いですが速いです。秋元和也思いっきりがいいですよね。そしてこの右のストレート、ちょっとケージを落ち着きたいところ。しかし秋元は振り込んでいく、大きなパンチを振り回す、うん、ストレートアッパーアッパーアッパー、さらにアテック、左右右左左右大戦月光ケージ踏ん張れるか。ここは距離を取りたい。いや本当思いっきりがいいですね。これはでもケイ選手は今どうすればいいですか、増田さん。いやもう膝がこの、まあどうすればいいですかね。結構効いてますからね。僕だったら打ち合いんですけどね。もう打ち合いに行こう。黒田振り下ろす。さらには返すか、タラでもう一度引く。防戦一方ケイジ。腹も効いた。ボディ効いています。ボディ効いています。ここは逃れる、距離を取るケイジ。青いグローブケイジ、おっと一発。ここはお返し。そうなんですよ。ケイ選手こうやって返さないと、はい、一方的に。秋元選手のやりたい放題になっちゃうんで、返さないといけないんですよ。ここは一つ足で距離を取っていきたいところでもありますが、第2ラウンドまだ半分あります。ケイジ青いグローブ一方、もう秋元は関根さんすごい迫力ありますね。秋元選手ちょっと打ち疲れましたか。打ち疲れましたね。最初にチャージをかけてしまいましたかね。でもあれだけ全部思いっきり今打ってましたからね。はい、逆にここでケイジに反撃の目が出てくるか。第2ラウンドです。打っていく、あ、少し確かに秋元の動きがやや手数が減りました。ケイジはこれをチャンスと見ることができるか。ダメージもあるでしょう。秋元もここは無理やり振ってくる感じではありません。壁壁に入ったか、しかし倒れない。ケイジ踏ん張る、秋元右右右、しかし気を狙ってケイジ膝向きた。ちょっと息を吹き返しましたかね、正人さんね。そうですね、ケイジ選手はもう強い膝蹴りをカウンターで入れたいですよね、ボディ。その出方を伺っているか。あと右のローも入りました。ただ秋元選手、まあ、このパンチすごい大振りなんで、隙はあるんですけどね。カウンター十分に狙えますかね。狙えますね。ケイジはそこをつけるか。秋元は一気かせいにこの2ラウンドで決着をつけることができるかと目論んでいたんですが、残り時間わずか。第2ラウンドが終わりました。壮絶な打ち合い、両者流血も見られるか。いや中村さん、はい、ちょっと手に汗握る、ね、第2ラウンドでした。秋元選手こう構えもなんか独特ですけど、なんか自分の中でこうなんか当てるタイミングとか感があるんでしょうね。なんか結構コツコツ合ってますよね、パンチも。その中で大振りのパンチでダウンも取ってましたし、はい、何か緩急をつけると言いますか ね、はい、そうですね。自分のリズムとかがある選手なんじゃないかなと思いますね。それが正人さんの言っていたいわゆる独特のパンチなんでしょうね。あとこれだけ強いパンチを振りまして、この体幹、体の軸がしっかりしてるんですよね、はい、だからあれだけ強いパンチを振り回せるんですよね。一方関根さん、はい、まあ、秋元選手のこのキャラクターもちょっと目立ちますけれども。いいですね。でも、ケイジはあれだけ打たれて全然諦めませんでしたね。やはりこれがゴールキーパーをやっていたそのフィジカルが。そうですね、打たれ強いですよね。本当そうですね、やはりそのフィジカルモンスターと言われるだけありますし、反射神経でこの秋元のパンチをかわしていきます。ファイナルラウンドが始まりました。第5試合、お、今度はジャブからいった、ケイジが行く。ケイジ、ケイジ KO しないとね、負けますからね。そうですね。しかし秋元はあくまで至近距離での大振りを狙います。前蹴りからケイジ、しかしまだ秋元もフックフックで差を詰めて、もう一度ここは組みますが、ちょっとじわじわケイジは下がりますが、ここは距離を取ろうという正人さんやっぱり考えなんでしょうか。まあ距離を取ろうというか、まあちょっと相手のパンチを何か来るかなって見てますよね。でもケイ選手は3ラウンドの最初みたいに自分から行った方がいいですね。なるほど、もう積極的に行かないと、行かないと、はい、で逆に自分から行った時の方がいい攻撃してますよね。なるほどね。そこはもう、まあ、ポイントも部分も考えればランを奪われているケイジはここでポイントを奪い返すつもりでいかないといけません。
方秋元は高村さん、ここはもうダウンを奪ってしまえばというね。そうですね、ちょっとロー効いたんじゃないですか、秋元選手。ちょっとお互い、今ちょっとケージが足を引きずっているようにも見えますが、ケージ選手のローが効いたんじゃないですか。効いてますか、秋元の効いてますか。はい、効いてるな、効いてますね。右のローですかね、前足ですね。ホールディングが一つ出ましたが、さあ飛び膝、ケージの飛び膝、ケージのローがじわじわ効いてきているのか。秋元第3ラウンド、おっと右の拳、青いグローブのケージ、さあ倒すところまず先決。これちょっとケージ選手のパンチも入りますよ、この状態だと。ちょっと秋元も止まってきましたか。あとローもらった、2発もらっている。しかし前に進む、ちょっとスピード感こそありませんが、はい、一気にローの決定になりました。ああ、ロー連打、ロー連打。しかし秋元倒れない、倒れない、必要にローを狙うケージ。こうなった時は秋元選手は前出ないといけないんですよ、はい、ここで下がっちゃうとロー効くんで、ケージがじわじわやっていた。 お互い前出たいところですよ今、はい、ローがここに来て効いてきました。ローも効いたけど、でも今の右のフックも効きましたよ。お互い苦しいですよ。最後はもう気持ち、今まで培ってきたそのフィジカルだけ。ここでタイムストップです。ここで止めたくないな。今ちょうどね、どちらに転ぶかというところでしたからね。秋元にホールディングの警告です。さあ残り30秒切った。青いグローブケージ、まだローにこだわる。バックブロー来た秋元。赤いグローブ秋元の振り回すパンチも当たっています。追い詰めたのはケージか。もう一度弾き飛ばす。ローにこだわるケージ、なかなか秋元も倒れない。前に向かってくる。おお、そして右、惜しかった今の右。あ、ここで試合終了。第3ラウンドのゴングが鳴りました。いやー、関根さん、最後はまた違う展開でしたね。そうですね、いい試合でしたよね。いやー、中村さん、はい、ここに来てのローというのがケージ最後効く結果になりました。はい、まあ、1ラウンドからこう序盤からケージ選手ロー蹴ってたので、まあ、あれが最後のラウンドで、まあ、効いたという形でしたけど、まあ、ポイントっていう部分で考えると秋元選手がダウンを取ってるんで、はいはい、その部分ではちょっと有利ですよね。さあ判定はどう出るか。秋元は一つケージからダウンを奪っています。ジャッジ勝本29対26、赤秋元29対26で秋元。ジャッジ和田29対27、赤秋元。ジャッジ芹澤29対27、2本目の秋元。そして3対0、そして3対0、最後は29対28、秋元の勝ち。A1 1試合目、勝利をものにしたのはシルバーウルフ秋元和也。正人さん、はい、本当にお互いいろいろな持ち味を出したのではないでしょうか。そうですね、まあ、最終ラウンドお互い苦しかったですけどね、はい、まあ、こういう苦しいところをものにするっていうのはやっぱり次に自信につながりますよね。それにしてもこの秋元選手のこのあんだけ強いパンチを振り回せるっていうのはなかなか体強いですよね。やはりそのフィジカル、この70キロ級では体幹がしっかりしてますね。体幹ね、はい、関根さん、はい、ケージ選手も本当にタフネスぶりは見せてくれましたね。この2人楽しみですね。本当に屈しない、なんといっても心が強いですよね、またね、はい、お互い本当に気持ち強かったです。中村さん、今後に向けて2人はいかがですか。はい、そうですね、やっぱこう体が強くて頑丈というのも才能だと思うんで、はい、それを生かしてこれから70キロまたこう世界の強豪に挑んでいってほしいと思いますね。やはり前田プロデューサーも話していましたが、まあ、ヘビー級、そしてこのアンダー70キロ、はい、日本人の層をさらに厚くする、そうですね、そしてそのためには彼らの活躍が求められるわけですよね、はい、そういう意味では正人さん、可能性としては十分ある2人と言っていいでしょうか。そうですね、まだ若い2人なんで、これから練習次第でまだまだ伸びていくと思います。この関根さん、はい、初勝利っていうのはまた格別の味といいますか、経験ですよね。結構やっぱり同世代のライバルに勝つっていうのはやっぱり大切なんですよね。なるほどね、うん、確かに秋元和也は25歳、ケージは24歳、同い年になりますから、再びこの70キロ級 K1 のリングで相対する可能性は十分にあります。